鍵穴は？ハートレスどもに探らせておる。焦らずとも直に見つかるであろう。残る片方だが。わかった、わかった。ジャッファー、チートも見つからないぜ。どこ行っちまったんだよ、ジャスミンは。相変わらずわがままな姫君だ。この町の住人は全て捕らえたはずでは？何せ古い町でね、ネズミが隠れる穴も多いのだ。しかしマレフィセント、なぜジャスミン姫を？姫などいなくとも鍵穴さえ見つければこの世界も我らのものだろう。最後の扉を開くにはプリンセスが必要なのだ。七人のプリンセスが。なるほど、そういうことならわしとて協力は惜しまぬ。あれお前たち、早く姫君にお連れしろ。闇の力に染まらぬよう気をつけ。でないといずれハートレスに飲み込まれるよ。このジャファーはそれほど愚か者ではない。これはどこのドブネズミですかな？ジャスミン姫、あなた様にはもっとふさわしい場所をご用意してございます。もっとふさわしい人間も。はい、ジャスミン、逃げろ。そうか、お前が鍵を待つ少年か。行かずつよ。
どうだ。さあ、そりゃ。俺に力を。こいつらを追っ払え。了解了解、一つ目の願いだな。そうか助かったよ、ソラ。アラジン、どうして砂漠なんかに？砂漠の先に魔法の洞窟があってね、そこに眠ってる伝説の宝を探してたんだ。あの空飛ぶ絨毯とこのランプさ。この魔法のランプを手に入れた者はランプの魔人に。はい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 、何を隠そう、その魔人こそこのジーニーちゃんです。ランプを貸せばパワーと参上、何でも願いを叶えます。今回のラッキーさんはこのアラジン様。はい、ご当選おめでとう。あんちゃも？おっと、ダメダメ、人の話は最後まで聞かなきゃ。ただし願いは3つまで。3つ割ればジーニーは消える。グッバイさよなら、はい、それまでよ。1つ目の願いはさっき使ったから、もっと大事なことに使えばいいのにね。残る願いはあと2つ。ではでは、アラジン君、次なる願いとは。ドルジャン。そうだな、
僕を大金持ちの王子に。わお、地位にお金、実にシンプル、素晴らしい。よろしい、すぐに用意しましょう。100人の家来に100頭の黄金のラクダ。あなたの合図一つで30分以内にお届けします。ご一緒にドリンクはいかがですか。いらない。あら、そう。願いを叶えるのは今すぐじゃない、アグラバーに帰ってからでいいんだ。なんで王子なの。アグラバーにいるジャスミンと、そのちゃんと話がしたくてね。なんたって向こうはお姫様だから、今の僕じゃ相手にしてもらえないよ。ジャスミン。いっけね、ジャスミンが大変なんだった。なんだって。よし、ソラ、一緒に行こう。やっぱり久しぶりの外はいいね。自分では外に出られないってこと。それがジーニーの宿命さ。こうしていられるのも今のうちだけ。3つの願いを叶えたら、また暗くて狭いランプの中、次に出られるのは100年先か200年先か。なあジーニー、僕の最後の願いで君をランプから解放できるかな。それ本当？あ、約束するよ。ジャスミンを助けてからね。氷つけ、氷つけ、氷つけ。
やめておけ。あくまでもこのわしに盾つくのか。愚かなる振る舞いはジャスミン姫もお喜びになるまいぞ。ジャスミン！ごめんなさい、アラジン。ジーニー、ジャスミンを助けてくれよ。お安い御用だ。これで二つ目の願いだぞ。申し訳ないが、二つ目はそこでキャンセルだ。すまんね、アル。ではドブネズミの諸君、ごきげんよう。フリ。砂漠へ急ごう。
そりゃさあ、え、そりゃイカズチよ、イカズチよさあ、ほイカズチよさあHa!
願いだジーに鍵穴を見つけたぜ。
の子供が我々の存在にも気づいているようだ。リクと言ったが、なぜあの少年に真実を教えないのだ。そうすれば我らの計画も。お前が魔女マレフィセント。ジャスミンを返せ、ジャファ。そうはいかぬ。彼女はプリンセスの一人だからな。扉を開く力を持つ七人のプリンセスの。扉を開く？その扉の先を君たちが見ることはないがな。ジーニーよ、二つ目の願いだ。こやつらを叩きのめせ。やめてくれ、ジーニー。ごめんよ、アル。ランプを持ってる人間がご主人様なんだ。わしをお前と同じ無敵の魔人ジーニーにせよ。
魔人ジャファー、ランプの中へ戻れ。ジャスミン、ジャスミン。逃げた方が良さそうな感じ。ジャスミン！落ち込むなよ。まだ一つ願いが残ってるだろう。ほら、言ってくれよ。ジャスミンを探してくれってさ。僕は願う。ジーニーを自由の身にしてくれ。ある。これでいいんだ、ジーニー。どこへ行くのも、何をするのも君の自由だ。だけど、できれば空がジャスミンを探すのを手伝ってほしい。悪いが、俺はもう誰の命令も聞くつもりはないね。だが、親友の頼みってやつはまだ聞いたことがないから試してみてもいいかもな。なあ、アル、俺たちは親友かい？ジーニー、任せとけよ、アル。
ジャッファーのやついいとこまで行ったのにね。しかしあっさり見捨てるとは冷たいよね。俺は計画通りプリンセスを連れてきただけだ。ハートレスに取り込まれた者を救う術はない。憎しみに身を焼かれた哀れなジャッファ。よせや、俺だってあいつがどうなると知ったことじゃない。ところで、あれはもう見てもらえたかな。約束したろ、我々に協力すればお前の望みを叶えてやる。帰れ。迎えに行っておやり、船は用意してある。俺様の船は客船じゃないんでな、乗り心地は保証しないぜ。どうして俺のためにそこまで。何が狙いだ。狙い？そんなもの。私はね、お前のことを我が子のように思っているのさ。信じられないな。信じなくてもいいさ。でも私は約束を果たしたからね。